はい、どうも、秘密基地フェガム総帥ハッチーでございます。今回はね、一口馬主の出走予定ということでね、明日土曜日東京7レースにレベランスが出走するということになりました。東京7レース1勝クラス芝 2400m が6頭立てという小頭数になってね、1勝クラス結構立て込んでるかと思いきや、案外スッカスカなんですね。鞍上川田優雅ということで、今ネット競馬では想定2番人気になってますね。春の東京芝2400ってなってくると、1年前にはこの週の11レースには出ておきたかったな、メインレースね、もしくはもう本当ね、月末のねダービーが大目標だったという馬だと思ってたんだけれども、1年後にこの東京芝2400適正っていうのを再確認する場があるとはね、という感じにしておきましょうか。東京芝2400出れてればこんなに強かったんだみたいなの見たいところ、末足にねかけるようなこれまでの競馬っぷりからはそこの適性ありそうな気がする。左回りずっと使ってきたしね、という中で、でも前走逃げたしね、ちょっと競馬っぷりも変わってくるのかなというところなんだけれども、狙っていた番組みたいですね。中一周ですけども、この辺出たいな、でもどうかなと思っていたら想定があまりにも小頭数で出れそうだということで出馬投票してくれたというところみたいですね。ここで勝てばね、2勝クラスからはGエリア関西優先関東優先っていうのが確か外れるんで、東京もね選択肢に入れやすくどんどんなってくるし、左回りの直線が長いところ、東京新潟っていうのね、第3条以外の新潟以外で使いやすくなるっていうのはプラスになるんでね、ぜひここ勝っちゃってほしいなと、相手関東馬ですしね、というような感じでね思ってます。もう東京の千葉2400適正っていうのはもう見てみたい。本当はね1年前にそれを見たかったなという気がするんだけれども、くしくも青葉賞の週東京芝2400、頑張ってもらいたいなというふうに思っております。以上、ハッチーでした。